さあ始まりました、本の前置きですが、次回の本気もは町田市にございますポッポ町田さんからお送りいたします、はい、ということでゲストは青色1号でございます、はい、お願いします。お願いします。それではお笑いやってます青色1号です。お願いします。お願いします。だろうな。ありがとうございます。毎回、ね、お決まりで。お決まりなんだ、はい、こういう家庭、まあ、今日は町田からですけども、はい、日本列島うまいもの祭りということで。いやまさにそうですよね。町田で揃うんだよ ね、 だから ね、 ね、確かに、はい、日本の食文化世界でも類有ね、ね、あのすごく特色のある食文化ね育んでますけれども、でもやっぱりこの日本列島がやっぱ縦とね縦にこう伸びてるから北と南でやっぱ風土が違う、それぞれのこのまあリアス式海岸やら何やらいろんなあの土地土地の特色があって、そこで育まれたこの食材、これを先人たちの工夫でもって今我々の口に届いてると思うとすごく感慨深さがありますよね。ほんの気持ちですがですよね。ほんの気持ち。カンブリア宮殿。真面目なそういう。いやでもそうよ。だ最初にさ、まだこの食文化、今の食文化が根付く前に、どこかで先人がこの木の根っこ食ってみようか。まあまあまあ、ね、そうね。思わなかったら今我々食べることできないし。はい、牛の乳飲んじゃわないって言ったやつがいいんだよ。確かにそうっすね。牛の乳飲んだやつが現れて、次それをなんか腐らしてみようかっていうある種のド変態がいて、そこから文化ってこう広がってるからね。亡くなってる方もいらっしゃいますもんね、その食べて。お前わかんだよ。いやでもそうよ。じゃあフグってフグってうまいって噂聞いたよって食って、そうですね、毒、あこれには毒があるんだ、キノコこれ食べちゃダメなんだっていうのを文化の一つだからね。そうやって確かに僕たちは成り立ってるのかもしれない。そうよ。だから我々はその食材、それを加工してくれた人、そして作ってくれた人と、あとはその切り開いてくれた先人たちに手を合わせていただきますを言ってるのかもしれないね。その通りです。その通りです。はい、その通りです。いただいた命をいただきます。そうですね。そこに至るさまざまな過程、工程、命をいただくっていう。セミナーかなんかですか。分かってんのお前は。カリアはひろこさん言ってる。すべてのもう先人たちのあれにごちそうさまです、ね。あれ。あの先人たちの努力、努力にはそう、そうよ。先人たちの努力、ごちそうさま。なんだ先人たちの努力にごちそうさまって。かつてまだねマッチもガスも通ってない時代に雷に打たれた木で燃えるその火を、はい、火というものをまだ知らない、はい、熱いな、あこれなんか食材の加工に使えるんじゃないかと思った先人がどこかにいるわけだからね。もちろんそうです。ほんで我々肉が 生食じゃなく焼いて食べるっていう文化で一気にこのね食文化っていうのが発展したわけだからね。今まで食べられなかったものをパーッと開いて、あと30秒なんですよ。この後始まりますから、ね、この後始まるんですか。それがその努力にごちそうさま、いただきます。あってねえじゃねえか。なんだどうしたっけ。それら大きく全部ひっくるめて感謝なんです。感謝です。感謝か。この番組、感謝を伝える番組でございます。今日は一体どんな感謝を見られるんでしょうか。この後すぐです。お楽しみに。お願いします。